中日、ロドリゲス、亡命。いかんでしょ。これじゃ優勝できないよ。範囲、再開確定。もう終わりだよ、このチーム。契約ってそんな簡単に破棄できるんか。やっぱ、キューバ選手ってリスクしかないよな。グリエルも契約途中で亡命したし。 ライマルじゃなくてラッキーかもやけど、肝心のライマルのメンタルにもダメージはありそうやから、そこがどうなるかやな。立浪さんに不義理を働くとは、いい度胸してるじゃねえか。ボートより安全で確実な、中日経由の亡命流行るかもな。あの安心感がなくなるの悲しいわ。この時期に戦力失う球団。